をつけようかな、うん、なっちゃん、まささん、なおきさん、はるぴちのさん、くみちゃん、あきさとさん、ゆうかちゃん、かとりんさん、こんばんは。お、たいさんありがとうございます。すこすこすこのすこ、キャールさん、キッチンさん、チューチューさん、こんばんは。めっちゃ、はい、リンクさんよ、やっほい、皆さん、おはよう。そんなにフライング、そんなに私フライングしてるかな、珍しいっていうほど。リュウヘイさん、カタロウさん、アントさん、ブルグラさん、やっほい。てあ、そんなに珍しい、そんなに私さフライングしてたかな。ヨシリン登場、ヤッホー、ジョージさん、今日は試験だね、確かに。この髪が見えないと意味がない。今日前髪の調子が悪い、でここで分散しとる。リンコかわいいよ、リンコ、お兄さんありがとう。ジョージさんこんばんは。ルクさんやっほー、ロッリンコた、赤坂さんこんばんは。寒い、やっぱりお兄さんやっほー。ブルグラさんハートありがとう。フルさん、いっちゃんかわいい、ありがとう。サラミさん、やややよ、ヨシさんこんばんは、リアさんよ、カホさん、何だったっけ、あ、ニーハオ、タジャハオ、トーくんこんばんは、パヒさんこんばんは、ありがとう。ブルーグラサーハート100個ありがとう。シマちゃん可愛い、ありがとう。お久しぶりかな、クッキーさん、そうかな、やっほー。しならべよしりん、あ、今日全然しならべしてなかった、今日全然してないから、配信終わだって名前からしてもう初見じゃない。ホバさん、ホーテッドさん、やっほー。サーディカーン、ゴンさん、お、プロこんばんは。ホミさんこんばんは。今日もかわいいね、ありがとう。今日コンディション非常に悪いです。昨日あのお風呂入らず寝ちゃったんですよ、めっちゃ、だからめっちゃコンディションが悪いっていう。とスケモンさん、バラありがとう。カタロさん、やっほー。今日めっちゃかわいい、ありがとう。福田、え、本当に？本当ですか？スクショ、スクショ、何も変わらんけど、あ、でもオーディションの時となんか、あの、なんか結構ね、なんだろう、なんか変わった気がする、顔が。あ、別になんかそういう、なんていうの、整形とかじゃなくて。高田さんこんばんは。お、本当に？え、本当に？全然わからない。全然、このね、あの、私この壇上の字が全然見えないんです。うん、全然わからん。たむきさん、お、メールありがとう。待って、今日メール送ってないや、ちょ待って、こんばんはメールだけ送らせてください、ちょっと忘れてた、あ、いやって会いたいんじゃ。そうさん、こんばんは。いや、全然。今さ、美容院もさ、行けれんじゃん。美容院行きたい。ってどうでもいい報告を。よ。よって、よってあれですよ。よーのよですよ。フライキャラではない。
誰福岡さんって。初見です。うん、めっちゃ嘘をつくというね、グッドイベニング。イベニングってどういう意味だっけ。ちょっとね、17です。意外でしょ、いつもあの年上に見られがち。あおにくんこんばんは。そんなによくない。ひろりんこさん、やっほー。痩せてる。そう、私今日ラーメン食べた。私普通に昨日ラーメン食べて、最近麺類ばっか食べてるんですよ。ラーメン普通に今日食べた。でもラーメン食べ、今日ラーメンしか食べてない。朝ごはん食べてなくて、ラーメン昼に食べた。塩ラーメン食べた。普通インスタントのね、塩ラーメンってあるじゃないですか。塩ラーメン食べた。で夜はまだ食べてない。そう、22歳っていつも言われるんだ。だって何？今日も可愛いね。ありがとう。ありがとう。カニカマさんも猫ちゃんも。チューチさん、チューチップありがとうございます。あ、団子もありがとう。ゆうたさんこんばんは。キセはアーシャー変わんないと思います。プロフィールのやつは変わる人は変わる。健康希望の人は変わるって感じ。LY33 さんこんばんは。あわさんこんばんは。卵産んでない。すこでもね、これさ、取ろうと思っとる。取りたくて、なんか私なんかあのお父さんの家系がめっちゃほくろができる家系なんですよね。でなんか結構ほくろあるんよ、体にも顔にも。お、俺が来たとよ。ご自由主任管理ありがとう。なんかこういう Today is a new year happy new year new happy 今日ハッピーニューイヤーなん？今日って正月だっけ？分からん。さあ今日やってなかった。お、忙しすぎて。お、お疲れ様です。そう、私いつもさお風呂入らず寝ちゃうんよね。なんかここがかゆい。そう、いやいや、めっちゃ今日コンディション最悪です。きたきた。いやでもお風呂ちゃんと入ってるから、朝入ったから大丈夫。匂わんよ。もう予想やめてください。私全然分からん。見た、スクショ撮りたいのに。ちょっとめっちゃコメントが。本当？まあでもいつか撮るけどね。ジョージさん、アイスありがとう。山口クイーンさんはだるま。カムサムネだ。教科書なかったら成績限定されちゃうから、さすがにそれはしてんよ。提出期限？なんかその教科によって違う。結構提出物が多いんですよ。なんか多い学校だから、うん、そんなにすぐじゃないけど、今のうちにやっとこうと思って。今のうちに やっといた方が絶対損ないじゃん。今のうちに提出物潰しといて、受験勉強と、あとまあ普通になんか忙しくなりそうなると思うから、今のうちに提出物しとこうっていう魂胆。つゆさん、お、勉強頑張ってください。全然。つゆさん、ハートコップンか。待って、ちょっと待って、めっちゃコメント飛ばしてた。待って、どこ、そう、髪伸ばして、どこ、どこ、え、どこ、待って、どこ。マジめっちゃ待って、どこ、ああ来た。スクショありがとうございます。だって全然カメラ飛ばしてた。スクショどうやってやるんかいな。ありがとうございます。
こ？どこ？消えた。ありえん。おかしいんじゃない？ありえないんだけど。スクショしようとしたら、え、待って、気づかんかった。あ、コメントいっぱいありがとうございます。スクショ音量ボタンと右ボタン。右ボタン？見れた、なんか見れてからスクショしようとしたらさ切れた。あ、リンコって言ってくれた。ああ尊い。自分昨日だっけ、七並べで初めてそう遭遇したんよね。あ、やばい、音が。新しい方、なんか分からん。見ればよかった。あ、帰りにスクショしました。あ、じゃあツイッターに載っけといてください。後で保存します。しなけさん、こんばんは。そう、し並べしてて今ときめきに設定してるんですよね。待って、音がなんか通信悪くない？今日あ、スクショしてありがとう。じゃあ私が後で保存したいと思います。最近だね、ありがとう。新一さん、ハートありがとうございます。要は要の要ですよ。スクショしたい。でもさ、スクショうまくできんけん、ちょ携帯で直接撮れば、あ携帯で直接撮ればいいんよ。とランキング、天気が悪いけがね、ちょっと待ってね。59位、ちょっと手のひら配信、あれ変わった、あれあれ。そう、ときめきに設定したんですよ。全然わかんないや、メガネやっぱ買おうかな。そう、初見ではないです。はい、ありがとうございます。ダラさん、こんばんは。あ、19日ありがとうございます。なんかさ、ごめんなさい、自分前もさ、なんかしみさらがさコメントしてくれようったんだけど気づかず飛ばしちゃったよね。なんでと、ごめんなさい。ジョージさん、ハートありがとう。メガネあるんだけど、あれママのなんやじゃけん、度が合わんくってさ、自分用のメガネはさ持ってないんよね。じゃあスクショした人後でツイッターの受け取ってください。 LINE のホーム画にします。ジョージさん、ハートありがとうございます。うん、ピエン。そう、なんか毎回メンバーがコメントのメンバーの一期生さんは、でも一期生さんはオーディションの時にあの三島はるかさんがコメントしてくれたんですよ。でもそれは、でもさ、私それのお礼言いたかったんですけど、なんか結局会う機会がなくて言えんかったんですのがちょっと、いや私結構言ってます。そう、ごめんなさい。やだ、どうしよう、謝ろう。次福田あかりさんに会ったら謝る。福田あかりさんに次会ったら謝ろう。マスケさん、こんばんは。あ、そうですか。ちょっとね、さすがにちょっとみんなコメントすごいしてくれてありがたいんですけど、ちょっと全読みはちょっとね、そうきついです。私のでも視力はどんどん悪くなる一方です。ショールームをし始めてからめっちゃ目が悪くなる。まあいつか、あ、それは合うとは思うんですけど。ヨッシーさん、ありがとう。LINE ですか。私、あの一期生さんのと連絡先交換するのダメなんですよ。
だから コンタクトしてないんです。コンタクトもねできないんですよ。私昨日うどん食べた。あ、もわめで送った気がする。そう。来た。ありがとうございます。スクショ。スクショ。スクショ。どうやってやるんかいね。右？ありがとうございます。福田あかりさん。どうやって撮るん？待って、やめよう。でも私前スクショショールームでしようとしたらさ、ちょ一回、ま、電源間違えて切っちゃったよ。スクショちょっとカメラに直接撮る。よし。ありがとうございます。やった。あ、犬も喜んでいる。ありがとうございます、福田かりさん。お、そうですか。スクショしたかったな。でも私スクショできんから。さあ、ありがとうございます。やった。ももちゃん喜びすぎだな。りんちゃん、じゃあ後でちょっと、LINE のホーム画にしよう。でもさ、自分さ、あれなんよね。なんかさ、あの前さ、あの、なんか LINE の、なんか3周年の時に、そうなんですよ。なんかレッスンあってもなかなか会えんけんさ。あ、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そう。なんか、LINE のね、あの、トップ画に、あのLINE の、 あのトップガンをなんか3周年のなんか3周年の時に福田あかりさんと撮った自撮りをトップガンにしようと思ったんですよ。でもなんかそう、あの一期生さんと連絡先交換ダメやけん、なんかマネージャーさんになんか怒られたら怖いなと思って、あんま関係ないけど受験さんで、どうしよう。でもショールームだったらいいよね。別にショールームじゃないや、ショールームのやつだったら別にトップガンにしてもいいよね。ジョージさん、アイスありがとう。ベイビーとラスラスラスラさん、こんばんは。そう、私さ怒られるのちょっと嫌な人なんで。あ、ただいま、おかえり、おかえり。つばえさん、よよ。翔平さん、よ。あ、嬉しい。どうしよう、お礼言わなきゃ。さあ、どうなんだろうね。なんかまあいろいろあれじゃない、私は詳しいことは知らないんですけど、2期生の仲を深めよう。もうだいぶ深まったけど。いや、まあ結構怒られてるっていうか、逆に呆れて怒られるっていう感じ。マラさん、バラリオと秋葉原でうちは、え、ありました？ハートのやつありました？あ、あ、そうですか。ふん。須田、あ、須田あかりさん、須田あかりさん。
何これ、バラさん、バラありがとうございます。あ、これ本物？ありませんでした。なんでだろう。誰か買ってくれたんかな、いっぱい。分からんけど。本物？本物？いや、偽物じゃない？偽物だよ、多分。偽物、偽物。なんかこれ偽物でしょ、偽物だよ。いや、絶対偽物。いやいや、もうやだ。やだ。いや、やだ。ゾーリーさん、ありがとうございます。どういうことや。あ、待って、ちょっとメールだけ送る。まだ送ってなかった。どうしよう。リンコさんとお付き合いさせてもらったの。勝手に勝手に勝手に付き合ってることになってるけど。はーい、風呂入る。絶対ママでしょ、さっきのコメント。絶対さっきのコメントママでしょ。は？ほんまに違う。さっきショールームでコメントした？してない。絶対嘘だ。嘘。じゃあ、じゃあ嘘だったら100万円くれる？リキ絶対嘘じゃん。あ？絶対嘘じゃん。絶対した。あってさっき話したじゃん。は、吉崎母さんでコメントしようかみたいな話したじゃん。絶対ママじゃん。ほんまに？え、ほんとに？しとるよ。え、だって電話してて。え、いやいや、もうぜき、嘘、ぜき、ほんとのこと言って。あ？え、次、本当のこと言ってや、めんどくさいじゃん。本当のこと本当に？じゃあ、嘘って100万円ね。あ、あ、言ったら？分かった。あ、本当に？偽物じゃん、さっきの。じゃあ、100万円。あ、バイバイ。さっきの偽物だ。じゃあ。絶対嘘じゃん。でも私のお母さん吉田さらちゃん推しだからさ。そう、なんか違うんよ。お母さんと吉崎母ちゃんでコメントしたら面白いかなみたいな話をしたんよ。だって本田さん、コマありがとう。いや、え、100万円あったら100万円あったらで、貯金100万円あったら偽物だった。そう、自分のお母さんサラピをしないよね、ちょっとね。違う、自分いつもそう、100いい、後で嘘って100万円もらうから。ハーゲンダッツさ、秘宝、最近ハーゲンダッツ飽きるっていう。よしよしコンビ。そう。
じゃあ100 契約？契約？では後で100万円もらおう。マラさん、マラありがとうございますねえ、やだ、やだ、開けません。え、100万円あったらどうしよう。100万円あったら50万円ぐらい貯金して、コロナが終わって海外行けるようになったら30万ぐらい使って海外行って、スタンドは別に、でも今日ちょっと安定してる。あ、そっか、強制、そっか、そうね。でもそんなに強制はね、自分が余計だった分を払うだけだから、20万ぐらい強制で30万海外、50万貯金、うん、でもな、あ、じゃあ10万好きなことに使うみたいな感じ。今日安定してるんな。あSTU48 水、あ、でも飲んだことあるんよ。星になっとる。パーカーの紐ほどいて食べたい、どういうこと名古屋の指輪さん、やっほー。あ、クチケン買います。おー、ありがた。あ、もちろん私のもよろしくお願いします。サイドポニー髪ああ、やばいな、もう時間になっちゃった。寄付、あ、私ね、あの盲導犬のさ、募金箱あるじゃん。もう盲導犬の募金箱で、ね、100万欲しいそうなの。おお、マラさん、マラリアと、なんか盲導犬のさ、犬がついたやつ、あれはね、やっとんよ。あれ見つけたらいつも500円入れるんじゃけど、違う赤い羽はなんか小学生の時もらったな。あ、メール送ってない、メール送ってない、ちょ一通だけ。え、でもそれしか募金はせんかも。私犬には優しいんですよね。でも小学生の時はなんか赤い羽がもらえるやつはやったことはあるけど、ちょメール送らな。そう、赤い羽と盲導犬のやつしかないや。そうですね、もう私は将来お金持ちになるので、その時にはたくさん募金をしたいと思いますちょっと盲場面を送りますね。時間ないので、でも絶対さっきのコメントお母さんだと思うんだけど、水なんかお母さんが買っとって、あの洗浄劇場に行ってある水、そう、飲んだことあるナイス投票ありがとう。おやすみ。何を言う、あれ、そう、いや絶対さ、そうなんよ。お母さんさ、何かと来るっていうね。でも今から送る。まるまるさん、こんばんは。こんばんは。今日何曜日だっけ。今日は何曜日、今日月曜日かいね。今日何曜日だっけ。もらう。私まだアイスのあそこのなんだっけ、あ、買ったことないんですよ。なんかいつもなんかほん、なんだっけ、なんかあのエディオン
今日だっけ、なんかお披露目とあの普通の僕たはなんか見に来てたんですけど、エリオンどうだったっけ。そう、顔似てないからね、多分パッと見は分かんないと思うけど、なんかメーカー、いやいや、今日は、今日何曜日、まあいいわ、今日は月曜日だね、今日は月曜日だね、いやダメ、でも会ってなかったら気持ち引っかかるけん、今日は、今日もお疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様ですと、うん、ドタバタになってしまいましたが、メールを送りたいと思います、送りたいと思います。私は昨日もお風呂に入らず寝てしまいましたので、非常に反省しています。なので今日は寒いし、しっかりと湯船に入って、お風呂を満喫して、しっかり睡眠をとって眠りにつきたいと存じ上げます。はい、写真、あ、やばい、時間ない。ちょっと明日ちゃんと送ります。ちょっと待ってね、でもね、写真はちょっとね見せませんよ。さっき撮った写真をやめてよ。で、まあ、でもね、いつもね、ちょっと今日は遅れんかったけど、送ります、明日はちゃんと、見ます。おやすみ、ちょっと時間ないのであんまり長くけんかったけど、そうです、はまらないように気をつけよう、なぜだ。いやいや、ごめん、全く同じだ、ちょっと。なんかさ、朝お風呂入ったけんさ、バスタオルがそのままあるって、送ったよし。でも待って、でもこれでさ、なんか検閲引っかかったらさ、なんかそう、 10時までしかできないんです、私高校生なので、検閲引っかかったら届かんっていう。いや届く前に書くとは。じゃあ、読みます、壇上を。よいしょ。13位、せんちゃん、ありがとうございます。12位、やばい、時間ない。桜餅さん、ありがとうございます。11位、ヤンさん、ありがとうございます。10位、リアさん、ありがとうございます。9位は、大井さん、コップンカー。お、8位も、13、コップンカー。マニマニコップンカー。7位は、千畑さん、ラッキーセブン。6位、ポパさん、ホーテートさん。5位、つのさん。4位、マルアさん。3位、ジョージさん、ありがとうございます。2位、ゆうかさん。1位、りゅうへいさん、ありがとうございます。あ、そういえば昨日対戦ありがとうございました。なんかマニマ、メニ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 の英語。今日前の調子悪いの、まあいいわ。じゃあ、おやすみ。おもろい、ありがとう。テンション上がっている。お、せいくんさん、そういえば、ありがとうございました。また書いてくれて。じゃあまたね、バイバイ。あ、でも風呂入るのめんどくさいけどね、ちゃんと入らないといけない、だから今日はちゃんと入りたいと思います。何時、あ、切れる、バイバイ。はーい、じゃあこの後バイバイ。はい、あ、七並べしつつ福田あかりさんのショールームを見ようと思います。バイバイ。なかなか切れない。バイバイ。はーい。